はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、以前にもお伺いしたちょっとお店に再来店ということで、これ世にも珍しいと言いますか、僕はここでしか見たことがありません。はい、後ろのね看板にも見えます自家製のおうどんとパフェを両方販売しているこちらクーさんにお邪魔しております。こちらのクーさんなんですけれども、以前もですね一度でっかいおうどん食べに行きまして、そのメニューはね一応特製みたいな感じで作っていただいたんですよね。ただこちらのお店さんにはですね、通常のメニューにもデカ盛りが販売してありまして、本日はそちらを食べようかなと。でそれプラスですね、こちらのお店さんにはうま辛うどんなるものがあるみたいでして、そちらのおうどんがですねいろいろと辛さが増せるらしいんですよ。で僕が先日 X の方で激辛食べたいなとつぶやいた際にですね、うちのうま辛のうどんに関しては1から3から5から7から、そしてそれ以上食べたい方は無限に辛さを増せますよとご連絡をいただきまして、本日はですね通常販売しているでっかいうどんプラスそちらのですねうま辛うどんをまあいっぱい増してもいいんだけれども、せっかく一発目ですから通常ね販売しているマックスの辛さ7辛で食べていこうかなと思います。こちらね店頭にも貼っているように有名なこちら思う間にも出てるお店さんですので、早速ですね本日はこちらクーさんで美味しいうどん食べていこうと思います。はい、ということでですね、ただいまこちらクーさんの店内に入りましたけれども、ちょっとねオープニングでお話しした本日はデカ盛りと、通常のつけ麺の辛さ販売しているものでマックスになります7倍の辛さとお話をしたんですけれども、先ほどねちょっとお店の方と話していたらマックス10倍までできますよということで、本日はですねそちらのうま辛のうどんは10倍の辛さでマックスでねいただこうかなと思っております。でなんかね本当にたまたまなんですけど、明日エビマヨちゃんが来るということで、エビマヨちゃんの方でもですねおそらくでっかいおうどん食べるかなと思うんですけれども、ぜひですねこの動画を見て気になる方はですねエビマヨちゃんの方のこのクーさんの動画ですね、そちらもチェックしていただけたらと思います。で、本日の分はですねもうすでに注文してありますので、この完成しましたら出来たてのねおうどんいただいていこうと思います。そしたらちょっとねただいま、今回のメインですねのうどんが来るまでにちょっとこれで、楽しんでおいてくださいということでですねいただきました。これ、ね、お店でも販売しているんですけれども、うどりん糖ということで、グッチガ製のねおうどんをかりんとう風に仕上げたものでございます。これ店頭でもね販売してるんですけれども、持ち帰りも販売してるそうなので、ぜひねあの皆様もお試しくださいっていうところなんですけども、早速じゃあちょっといただきます。今回いただいている味はホワイトシュガーですかね、パウダーシュガーをかかったものになっておりまして、それ以外にもカレー風味であったりとか、ホワイトチョコがまぶしてあるものが持ち帰りでもね販売しているそうなので、皆様もぜひお試しください。うん、いい音。あ、おいしい。うわ、おいしい。これお酒だな。この甘い系のうどりん糖だったらハイボールいいね。めちゃくちゃうまい。うん、うまい。うわ、来た。え、でっかありがとう。これ食べきれる方いるんですか、一般のお客様で。いないですよねということでですね、本日いただくこちらクーさんのこれでもか盛りですね、完成しましたけれども、とんでもないサイズでございます。前回僕が来てからメニューの方がリニューアルされたということで、シェアができるようにこの天ぷらもね2つずつといいますか、各種2つずつ載ってるようなんですけれども、このリニューアル変更後はもちろん、これ完食者ゼロということで、チャレンジメニューではないんですけれども、しっかりとね今日完食者1名として頑張っていこうかなと思いますけれども、早速こちら出来たていただきます。すごい、でも商品名通りこれでもかってぐらい天ぷらが乗ってるんだけど、どっから食べていいのかな。ちょっと磯辺ちくわ天ですね、まずこっちからいきましょうかでかっ、うまっ。
でもここの天ぷらうまっ。もうね、店内入った瞬間から香るんですけど、この揚げたての天ぷらのいい香りね、うんまっ。ちょっとイカかな。ちなみになんですけど、お店の方にしっかり聞きました。これ、今回の撮影ということで、ちょっと増えたりしてないんですかとお伺いしたところ、基本的に、皆様が頼まれた際に出てくるこれでもか盛りと同じサイズということで、皆様もですね、ちょっと注文する際は無理なさらずに、今回のね、これ参考にしていただいて、食べれそうだったら注文してみてください。もちろんそれ以外にもですね、この持ち帰り、食べ残された場合は料理も持ち帰り、1個ね54円という形で持ち帰りパックもね販売しておりますので、残される際はちゃんとね持ち帰ってしっかりと皆様美味しくね完食してみてください。とは言うもののうどんまでたどり着かないな。全部うまいな。でもやっぱり前回食べた時天ぷらうまいなと思いましたけど、油が綺麗なんだな。揚げ油の臭みもないし重さもない、なんかねさらっといけるんだけど、でもねやっぱりしっかり揚げ物にもコクがあるんだよな。そしたらねちょっとそろそろ秋にもなってきて旬も差し掛かってまいりました。こちら僕ね大好きなんですけど、こちらのね揚げたてかぼちゃいただきます。うまそう。ねっとり、うんま。天ぷらも取り皿取っていかないとうどんたどり着かないな、これいつまでも。まあでもなんかすっごいの見えてきたぞこれ。あ、ちょっと待てよ、これやばいんじゃないか。今ちょっといろいろと天ぷらを寄せていたらですね、まずはこれ一本丸々の柏天、鶏天ですね。もうそうなんですけど、このインパクトが霞むぐらいとんでもないでっかいサイズのかけ。あーすごいでかいです。ちょっとじゃあ少しずつ折っていただきましょう。これかき揚げね、こちらかき揚げでございますね。でっサクサク、おいしい。うまっ。これやっぱり他の天ぷらもそうですけど、基本この衣もそうだし油もそうだし、そのベースがうまいんだわ多分。今回のメニューのおうどん自体は約3玉なんですけど、上のね乗ってある天ぷらに関してはおそらくだけど盛り合わせで換算しても 5,6 人前ぐらい乗ってんだよね。いやちょっと久々にとんでもないおうどんにあったなこれ。
はいはい、今駆け上がりに着手してだいぶ時間経ってますけど、減った気がしないまだうどんにたどり着いてないんであれなんですけど、今回別皿でいただいたねこのうどんつゆをちょっとつけて、うわうまうまうん、これだわ。うん、うん、そしたらようやくこの半面側にうどん見えてきましたんでやっていきましょう、この自家製うどん。うん、めっちゃうまい。うん、これだわ。味もすごいけど、このもちもち感がとにかく強いな。あーめっちゃうま。ただすっごい、あーこの後うま辛うどん食えるかなこの一品で腹パンパンになる気がするんだけど、ちょっとオープニングお話ししましたけれども、これを食べきったら多分パンパンでね、うま辛うどん楽しめないから次回来ますそれはいやでもメニューも多いんでね、ちょっと本当はもっといろいろ試したいんですよね。すごいなこれ。そしたらただいまですね、こんな感じでかき揚げ残りも4分の1程度になってきたので、取り分けてる天ぷらもそろそろ食べ進めないとなんですけど、ちょっとね前回僕が来た時に感動したこちらですね、もうね柏天、これ紹介したい、これマジでうまいです。やわらかっ、うまっ。ちょっと断面が苦手な方は一瞬ね動画飛ばしていただきたいんですが、これわかるかな、本当にねしっとりとしてるんですけれども、こうふっくらしてて、でもとにかく脂も乗ってるし、味付けねこれがね抜群にうまい。前回もいろいろとこう天ぷらがね盛り合わせになったとんでもないでかいメニューいただいたので、おそらくクーさんで出している天ぷらはほぼほぼ8割方食べてるとは思うんですけれども、その中でも個人的には一番好きだった一品ですね。うまうん、やば、かき揚げで30分戦ってるなこれ。ということでですね、おそらくこちらのこれでもか盛りうどん、挑ませていただいてから約40分近く経ちますけれども、これねやっとかき揚げが完食させていただきました。もうかき揚げと戦いすぎて、せっかくいただいてるのにまだこのねうどんの味変をね一個も買っておりません。ですので、ね、ここでね一回味変させていただきましょう。僕ですかそれ、ご飯ですかちょっと今ですね、こちら明日ちょっとねエビマちゃんが食べる
料理の、下ごしらえがもう終わってるみたいなので、それとはまた別にその食材を使ったですね、こちら牛すじのご飯いただきました。これは、うどんと合わせましょうね。せっかくなんでご飯ものなんでね。じゃあひとまずこのうどん味変かな、今回いただいてる味変は4種類ということで、生姜とネギ、ごまにおそらく魚粉かカツオ粉というところで、まあ、ちょっと手ですいませんね、せっかくなんでまずはベーシックなネギですかね。でせっかくなんで、まあ、ここに生姜もあやさせていただいて、よいしょ。うん、うまっ。これね、ちょっとぶっかけの、汁の方もだしの甘みが出て、でおうどんもね、その小麦粉自体の甘みすごいんですよ、これ。だからね、このネギの清涼感とか、ちょっと辛みのあるすり生姜、これと合わせるとね、抜群にうまい。めっちゃうまいな。うん。ここに合わせるのは、このね、牛すじのご飯ですね。もう、とろとろ。うまそう。うわ、めっちゃうまい。このすじうまっ。ご飯も天ぷらもいきたいんですけど、ひとまず伸びちゃうといけませんし、食べきれないのが怖いので麺を先にね食べちゃいましょう、うん、いただいている薬味、ネギと生姜ゾーンとごまも和えつつ、うん、合う。待って、めちゃめちゃ魚粉合うな。うまっ。そしたら本日のこれでもか盛りはこちら取り分けさせていただいた天ぷらのみなので、ちゃんとねおつゆにつけつつ残りいただきます。うん、うまい。これごぼう？甘くてうまっ。ここに来てまだ感動するんだ。すごいな。もう天ぷらも残り一皿取り分けた分のみかな。ということで、今うどんは食べ終わりましたけど、いただいてるご飯があるのか、俺食い切れんのかこれ。今お腹で言ったら相当いっぱいですね。そしたらただいまですね、本日注文させていただいたこちらデカ盛りのおうどんといただいたですねご飯もの完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで、さすがにですねこんだけ
揚げ物を食べるともうね、お腹いっぱいもそうなんですけど、顎が、本日の限界を迎えておりまして、いただいたですね、こちらのうどりん糖は、持ち帰りさせていただきたいなと思います。それ以外にもですね、このクーさん、看板にもあるように、喫茶ということで、スイーツも充実しておりまして、こんな感じで、時期的にはもう本当に最後になるみたいなんですけれども、シャインマスカットを使ったゼリー、今回締めにいただこうと思いますけれども、動画としては今日はここまでで。いやね、このクーさん、すごいっす。今回ね、注文したこちらのデカ盛りのおうどんの方は、特別に作っていただいたわけではなく、もちろん通常ね、販売しているメニューなのにもかかわらずですよ。このね、大食いをなりわいとしている人間のお腹すらもね、もう、これぐらいパンパンにしてくれるとんでもないデカ盛り店ではございます。今日ね、撮影の際にいらっしゃっていた常連様にもまあいろいろとねお話を伺ったりをしたんですけれども、やっぱりね通常メニューからとにかく多いみたいです。天ぷら一個一個もですね、見てわかる通り大食いなものが多いですし、おうどんも多いともうね、通常並盛りメニューを注文されてもお持ち帰りになっちゃう方もいるぐらいですね、本当にお腹も、味、味覚もですね、満足できる素敵なお店でございます。それ以外もですね、このデザート類もございますし、季節によってはメニューの変化もありますので、気になる方はですね、ぜひこちらのクーさんで美味しいメニュー食べてみてください。もちろん、それ以外にも、もう僕はね、ちょっと編集が遅いので先に公開されているかもしれませんが、明日ね、来店されるエビマヨちゃんのデカ盛り動画もぜひ見てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。最後にちょっと一口だけゼリー大ぶり、うまそう。うわ、めっちゃいい。じゃあね、あとはゆっくり食べます。うまっ。